私が一番休日の中心に置いているのはあのスポーツクラブに今私メンバーとして入ってますから、あのフィットなんて言うんですか、あのセントラルスポーツというところですね、そこ あのサンデー会員になってるんですよ。でそこに席を置いてますから、土日は必ずその時間帯、自分があの この時間に行きたいというプログラムがありますね。そのプログラムを中心にあの時間は動いてます。だからその時間を全ての他の予定は入れないと、例えばどっかお使いに行くにしてもその時間外すと、全部そういうことで、土曜日は10時から、12時半ぐらいま で日曜日は3時から5時頃まで、これはもうフィットネスという、私やってるのは単なるあの自転車こいたり走ったりしてるんじゃないんですよ。エアロビクスやってるんです。エアロビのだいたい初級と中級ぐらいのクラス、飛んだり跳ねたりしてますから今、女性に混じって、それが一番今楽しいといえば楽しいかな。あとは休日はそうですね、まあ、しょっちゅうじゃないんですけども、あの釣りですね。私の元来からの一応好きなのはね、海釣り。釣ったやつは持って帰って自分で料理して、で料理自分で、あの釣ってきたやつは私一人が全部食べるんですよ。ほぼうち あの家内は一切触れません、食べません、釣った魚は食べませんと。魚屋さんから買ってきたのは食べるけども、釣った魚はそういうふうに殺生した魚は食べないという方針ですから、せっかくね海の中で楽しそうに泳いでる魚をね、なんで釣ってくるんだと、そういうふうにいつも怒られてます。だから魚は持って帰ってくるんだと。会社経営だけをこれ長く続けたんでは、それはもうそれで終わっちゃうよねと。それじゃ人生つまんないでしょと。やっぱり会社経営ってのはどっかで一つの千切りをして誰か後継者に譲って、自分がその引退後どうするかといったら、私はやっぱりね、あの世界各国の旅、これをしてみたいなと。例えば今まで行ってないところ、特にほじゃあの北欧の方でオーロラを見てみたいなとか、例えば、もう一つはあのなんていうかな、ヒマラヤのね山の方をちょっと飛行機で行ってみたいなとか、アメリカだとアメリカの中西部のところのグランドキャニオン、あの辺を軽飛行機で飛んでみたいなとか、あとはあの観光客のあまり行かないような、あの島嶼国ありますよね、ハンガリーとかチェコだとか、その辺のところ、そういうところを見たいよねとか、そういう夢があります。もうそれもね、ガツガツした旅行じゃなくて、お金払ってでもいいから、少人数で、要するに、まあ、1週間2週間あの自分の好きなゆったりと回れるような旅行、これをやってみたいと。それは海外ね。で国内は要するに温泉地巡りはもう本当の北は北海道から九州まで有名なひなびたところも入れながら、もうあのいろんなところでおいしいものを食べながら温泉地に浸かってと、そういうあれは夢です。